こんにちは、さくらです。今回は、ハニプレ実況動画を撮っていきたいと思います。いや、今回ね、久々ということでね、ハニプレ実況動画。いや、そもそも実況動画自体が久々っていうね。まあ、とりあえずね、やっていきたいんですけど、今回、何をやりたいかっていうと、お知らせ見たいんだよね、まず。お知らせ見て、見てわかる？わかります？この、予告イベント。姉妹の秘密のシーサイドドリームストーリー。これね、シーチキンに俺最初見えたんだけど、まあとりあえずそれは置いといて、こちらのですね、セナちゃんとモラちゃんの、このね、水着イベントが来るということで、ガチャ来るんじゃないかっていう予想して今ね、待機しております。ちょっとね、もう早速見ていきましょうか。いや、これちょっと楽しいだな、本当に。ガチャ画面見ていくよ。はい。いや、待ってね、これ本当楽しみにしてた。最近ね、セナちゃん、モラちゃん来てなくて、ちょっと待ってね、今はこれ、ちょっと待って。あかりちゃんね、あかりちゃんのね、水着なんだけど、みおちゃん、あ、みおちゃんもいい、みおちゃんもいい、あれ待って、あれ待って、せなちゃん、あれ、いや、まだ開催されてなかった。さあ、来ましたね。シーザーの、あ、待って、イラストがもう見えてる。待って、あんま見ないでおきます。はい、あんま見てません、今。何せなちゃんの上に、はにまじゃねえや。あ、待って、あ、新曲ね、ありがとうございます。これもね、いずれちょっとやりたいと思うんですけど、とりあえず今回やりたいのがあれ、これ新ガチャ、これそうだよね。あ、待って、いや、これね、久々なんですよ、セナちゃんの新キャラ。新キャラじゃねえや、セナちゃんは新キャラ。待って、あ、2つあんのか。あ、こっちもらっちゃね。うわ、これもいい。待って、この色。あ、待って、これ両方いい。あ、待って、めっちゃ欲しい。あ、もう全部欲しい。さあ、見ていきましょう。いや、来たねー。これね。ついに来ました。久々だね。しかも久々に来たのが水着っていうね。半端ないガチャなんですけど、今回見ていきましょうか。これいい。待って、進化前もいい。めちゃめちゃいい。めちゃめちゃ可愛い天使を独り占め。何？全然わかんない。待って。あー、このモラちゃんか。あー、めっちゃ可愛い。待って。両方イラストいいな。このさ、水着のイラストがさ、進化後なんだけど、両方セナちゃん可愛いし、モラちゃんも可愛い。最近モラちゃんもめっちゃ可愛いなと思ってて。あー、もう最高ですね。ありがとうございます。じゃあ、まずはね、小手始めにですね。いや、このさ、モラちゃんバージョンのセナちゃん？モラちゃんは、モラちゃんバージョンのセナちゃんってなんなん？マジ。モラちゃんは、とりあえずさ、一連ガチャ回したいのよ。とりあえずね。とりあえず一連ガチャ回して、ここで、豆色ギリシャくんが来たら、だいたいセナちゃん出ません、俺のガチャで。先に豆色ギリシャくんがここで来たら、俺、今回のガチャ動画でセナちゃん来ません。はい。あー、夏希ちゃんね。うん。オッケー。じゃあ、ガンガン引いていきましょうか。5万個あるんで、今回、何連だ ?200。待て。計算できない。もういいや。引いていきます。前置きごめん、長くてごめんね、本当に。いや、久々にね、ハニプレのガチャ動画引くから、ちょっと楽しみにしてたからね、本当に。いい、来た。これね、確か4確定だった気がします。久々にやるから、こちらね、声も聞いとかないと確定かどうかっていうのがあんま判断つかなくなっちゃうんで、そこだけね、ちょっと注意点ですね。お願いします。テンション上がっちゃって、本当にね、音聞こえなくなっちゃったら申し訳ないんだけど、オッケーオッケー。まずはオッケー。はい、2連続いいよ。せの、俺を今回は呼んでないです。はい、ありがとうございます。でも来てくれて。はい、ショータイムは、まあ、このセリフでね、来ることなんて、まあ、ほとんどってか、間違えたね。で、ここで、うん、まあ、ここ星4だからね。まあ、オッケー。あ、両方星5だっけね、今回。なんだ？どうだっけ？あ、持ってるね、今回。いやー、まあ、オッケーでしょう、ひとまずね。あ、持ってないかもしれない。小池くんね。あ、持ってないわ、ありがとうございます。ちょっと待って、顔隠れてるな。ねえ、小池くん。ちょっと笑っちゃったんだけどね、顔隠れてるからちょっと笑っちゃったけど、ありがとうございます。発言ですね。いやー、いいですね。幸先がめちゃめちゃいいぞ、本当に。幸先がマジでいい、これ。ちょっとスキップしようか。オッケーオッケー。まあ、いいでしょう。いや、マジか。いいな、苦手な美容室へ。俺も苦手ですよ、同じですね。いや、これいいぞ。流れがね、めちゃめちゃ来てるんで、この調子でセナちゃん引いていきましょうか。さらっとね、さらっとセナちゃん引いていきましょう。さらっと、私の出番ね、私の出番です。俺の出番です、お願いします。せーの、あー、まあ、銅像がある時点で割とね、いいんですよ。準備はいいですよ。ずっとできてますよ。準備はずっとできて、あ、待って、これ。あ、持ってたっけ？なんか可愛いな。これめっちゃ可愛くない？ひなちゃん、これめっちゃ可愛くない？枕投げ。なくら曲げって何？しかもさ、いや、あ、前髪か。
あーってなってるのが最高ですね。前髪あーってなってるの。いくよ、ショータイムお願いします。ハチプー、ハチプーじゃねえ、ハチプーは違うキャラクター、お願いします。せーの、はい、準備はもうできてます。ずーっと可愛いけど、ここで可愛いって言ったらセナちゃんが出ないから言わない。いや、お願いします。ありがとうございます。星2でこんなにさ騒ぐやつはほとんどいないからだ、みんな。そう、あ、スキップしちゃった、ごめんね。あ、これ、あ、フルスロットル4の、フルスロットル4だっけだよね。あ、言ってくれてありがとうございます。やったー、え、普通に嬉しいんだけど。え、あ、発言やばくない、今回新カードゲットということで。ベッドが後ろ映ってるね。待って、これ待って、これかなり来てる、これはかなり来てますね。これスキップしようか、とりあえず。オッケー。え、今んとこさ完璧な引きしてない？完璧っていうかめっちゃいい引きしてるよね。時が過ぎても、年老いても、で合ってる？年老いても、俺漢字読めないからごめんね。いやもうね、今んとこ最強の引きしてるから、この調子で5が欲しい。あ、一回ちょっと待って、一回ね、あの見たいものがあって、あの両方5なのかな、これ今回。セナちゃん5でしょ、モナちゃんも5だから5狙いでいかないといけないね、まずは。いや今んとこ5は来てないからね。いや、あ、ごめんね、ちょっと待って、え、今揺れちゃった。肘で俺の机を蹴ってしまったんだけど、蹴ってしまったっていうの、肘で。いいよ、いや今んとこ銅像来てんの、やばくない？え、普通にショータイムバンバン引いていきましょう。バン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 、同時バンバン、はい、じゃじゃん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 、はい、じゃ、歯医者に行きたくない、お願いします。歯医者に行きたくない、お願いします。あまり甘いもん食ってると歯医者行かないといけなくなるよ、アリサちゃん。クレープね、はい、若いっていい。あー、でもこれは違うね、多分違う。いやー、まあまあまあ、居残り先生ね、オッケー、ありがとうございます。これ持ってたっけな、いや持って、あー、これ持ってた気がするな、持って、いや、どうだ、持ってるね、はい、ありがとうございます。いや、オッケーとりあえず行ってみましょうか。スキップで行きましょうか。おお、え、待って、でも今んとこさ星4にさ3連続で引いてんのやばいからね、これ本当に。いやでもさ、いい引きはしてるんだけど、この調子で4ばっか出て、出ないやいうことになった、最悪だな。いや最悪って言ったらよくないんだけど、俺はの狙いがね、セナちゃんだからね、やっぱり。はい、お願いします、お願いします、お願い、セナちゃん、お願い、静かに静かに。そう、そういえばね、俺今までのガチャ動画見直したんだけど、静かに引いたらね、セナちゃんが出たんですよ。なんで静かに引いていきます。あのね、静かな子が好きな、好きっぽいんだよね、セナちゃんも。なんで静かな感じでね、俺も行きたいと思います。ショータイムね、オッケー、準備はもうずっとできてますよ、準備は。この準備はできますね、お願いします。せーの、ショータイム。うん、うん、大君ね、新キャラクターですね。はい、準備はいい。でもこれは違うんだよな、おそらく。まあ、セナちゃんだったら許す。え、何、あ、これ初めてじゃない？どのキャラだろう？これどのキャラ？あ、待って、これは持ってないぞ。柴崎愛読、ありがとうございます。これやばくない？これやばくない？マジで。かっこいいんだけど、このイラスト。このイラストマジかっこいいんだけど。これは、この服装俺したらめちゃめちゃダサいんだろうな。俺がこの服装したらめちゃめちゃダサいんだろうな、これ。ねえ。柴崎愛蔵くんだから似合うんだよ、これはね。あんま真似しないようにした方がいいよ。さあ引いていきましょうか。いや、これね、一回スキップするよ。はい、いやー、これはやばい引きしてるんですよ。今んとこだって4確定みたいになってるもん。先週王かスキルレベル最大になった。ああ、ありがとうございます。さあ引いていきましょうか。ハニーダイヤ2500だよね、消費量が。でもさ、この回帰 OK きます、このか。あー、待って、銅像が初めてないパーティーンですね、今回。いやー、この回は来ないよね。スキップします、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。セナちゃんは不在ということで、今日はお休みかな。いやー、お願いしますよ、セナちゃん、本当にお願い。これだってさ、出なかったらマジ俺どうしよう、これ出なかったら俺どうしたらいいの、これマジで。いや、これは良くない流れですね。準備はできてますよ、スキップ。いやー、これはやばい。あ、待って、マメイドギリシャ君出たから、セナちゃんやばいかもしんない。俺、マメイドギリシャ君出たとき、毎回セナちゃん出ないんですよ。いや、やばいかもしんない、これ。お願い、俺枯れてきたから、声。お願い、本当に。なんか、セナちゃんのガチャのとき、いつもさ、神引きすることないんだよね、俺。いきなり引いたことって、ほぼない気がするんだけど。ほら、来ないじゃんね。来ないよ。スキップします。あー、やばい。あー、最後にセナちゃん来てくれたんだけどなー。やばい、この流れは。お願い、
お願い、本当にお願い、本当にな、で今年の運をの半分使っていいから、今年の運の半分使っていいからお願いして。いい、いい、いい、流れはいい、流れはいい、流れはいい、4かもしれないけど流れはいい、お願いします。ちょっと喉休憩しますよ。よろしくお願いします。さあお願いします。ショータイム、お願い。準備はできてるんだけど違うな、これじゃないな。いや待って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 、これ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 、待って、来た、やばい、ちょっと待って、待って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 、天使来た、天使来た、みんな天使来た、天使来たよね、泣いてる天使。待って、嘘、マジか。もう外れた、外れたっていうか外したって気でいたからさ、今セナちゃんのさ MV 見えた瞬間やばかった今。マジか、来た、やったー、よかったー。いや結構早く弾けたよねこれ。いやマジか、いやこれは最高、もう皆さんありがとうございます。いやモナちゃんもいる中でセナちゃんを弾いていくあたり本当にありがとうございます。モナちゃんもね、あの欲しかったんだけど、セナちゃん映ってるしモナちゃんも好きだから、ただ一番狙いのこのセナちゃんが来てくれた。いやもうやばいわ、とりあえずありがとう。いやーよかった、ほんとスキップで。いやー前回確か天井まで行ってねもらったんですよね。私プロ失格で、いやもう失格じゃない、失格じゃねえよ、もう出てくれた時点で失格じゃないから。マジか、マメイドギリシャ君が今回セナちゃんを呼んでくれたかもしんない。80連でさ星5のセナちゃんもやばい本当に。いやー嬉しい、姉妹の秘密の小サイズということで。いやーこれはね、育てていい？今育てていい？ちょっと今育てたいんだけど、チューリップとかあるかな、ちょっと待ってね。育てます。足りる足りる足りる、オッケー、とりあえず消費して行くわよ、行ってください。チュン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 俺の鳴き声可愛すぎん。さあここで進化させて、いや来ましたね、ここでね進化させるゾーン行きました。いただきましょう。さあお願いします。はい、セナちゃんが、セナちゃんにパンミーを食わせて、オッケー、ということでセナちゃんゲットで、いやーマジでこれはサムネだ、サムネこれだ、絶対絶対これサムネだ、わーマジで最高すぎる。いや今回絶対引こうと思ってたから、いやマジでよかった。いやここまで来たらモナちゃん引きたくなるんだけどさ、ねえ新カードあるから。いやーでもまあとりあえずセナちゃんゲットしたんでセーブですね。ありがとうございます皆さん。はい、最後にね、セナちゃんを最後まで応援しようか。セナちゃん最後まで、あ、待って、セナちゃん、最後まで応援できるね。最後まで応援して、よしレベル60まで行くわよってやって、はい、ということで今回セナちゃんがですね、喉やばくない俺もう喉がさ、わかる、この俺の喉の調子ある悪さわかる、このセナちゃんの星5のセナちゃんを引くために俺の喉が犠牲になりました。セナちゃん、俺の喉が犠牲になってあなた来てくれたんで、ちゃんと俺のハリプレで活躍してねボックスいるだけでももう俺は幸せなんだけど、とりあえずありがとうございます皆さん。いやーこれね、いやーこれもう最高ですね皆さん、ありがとうございました。